やるぜ。やると、秋の紅葉がめちゃくちゃ綺麗じゃないか。今日の目標はただ一つ、ただ一つ。 6？ あれでもこれでも6なんだ。あ、意外とあれだな。ちょっと俺の思ったほどのあれはなかったかもしれない。もっとなんか凄まじいダメージ期待してたんだけど、まあでもまあ楽には変わりねえだろ。まあだいぶ精神的なあれはだいぶ違う。おお、力のターンね。まあでもいいや。お、よし、ほれ。これでもあれか、一発で倒せないな。まあ、強いっちゃ強いんだけど、ちょっと俺の想像で、なんかもう、もっとすごい異常な、尋常なんじゃない距離で、なんか俺サクサク行くと思ったんだよね。で、言い忘れた。今年じゃねえや。今回の目標はもう、ただ一つ、防具を手に入れる。クリアするための防具を手に入れる。もうただそれだけ。ただそれだけ。で、それで脱出する。クリアは関係なし。クリアは一切関係ない。ここはもう多分ね、ないだろ。火炎草、なんか意外とあれだね、いい感じだな。これ、こういう誘惑がちょっと恐ろしいよね。この誘惑が恐ろしい。これで、クリアしたくなる、ちょっとなんか、若干クリア、もっと潜ってクリアしたくなるっていう、なんかそういう、誘惑になんかあれつられるけど。だからそこで油断してはいかん。トルネコから人生を学ばなきゃならない。6。レベルが上がってないからか。意外と強くないんだよね。デュルデュルよし、オッケー。さあ、どんどん行こうぜ。まあ、サクサクは、まあ、スパスパっていけると思うんだけどな。とりあえずアイテムだけ回収すればいいから。つって俺何も手に入らなかったらすげえ悲しいんだけど、ね、何も、これをやってミーリングがなかったらすげえ悲しくてしょうがないんだが。どうすればいいよ、俺。はぐれメタルの盾が手に入ればオッケー。で、それで俺はもうやっと、終焉を、このトルネコの終焉を迎えることができるのかもしれない。無駄な戦闘はしない。全然だな。この動画自体はもしかしたらお蔵入りにするっていう可能性もだいぶ出てくるな。さあ来い、さあ来い。祈りを通じてくれ。俺はただひたすら祈るわ。ただひたすら祈るわ。俺はもうはぐれメタルの盾が来ること。おい、あ、でも邪魔だ、邪魔すぎる。よしよし。あ、でもこれ多少は強くなったね。バイキルトもいいな。そうか、バイキルトはそのままあの引きずられるから、ありなんだ、全然。ドゥ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 。あ、来てるね、スラリンちゃん。お、さあ来い。聖堂だっていらねえだろ。ちょっと今の防御力は9か。まあ、9でもまあ、まあ、ありっちゃありなんだろうけどね。うろこ、あ、出た、うろこの盾。これが、これ装備してればあれでしょ？なんか毒防げるってなんか話聞いたんだけど。お化けキノコが出るときだけじゃあれをつけてなんか、まあ、移動するの結構ありかもしれんな。ほら、これでも一発で倒せるからね。全然ありだよ。なさそうだな。よし。ドゥルドゥドゥドゥ。さあ、俺は、今月中に終止符を打つことができるのか。このトルネコの大冒険。これ動くのかな？あ、やべ。これな、シルバーデビル効果持ってるからな。あれも2回攻撃じゃないよね。ただ動きがあるか、動きがシュッとしてるだけなのか。お、ちょっと待って。あ、強いか。なるほど。ドゥ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 。そろそろあいつ来るだろ。スモークグールが来るだろ。いや、スモークグールで。誰だよ、それ言い出したの、まったく。お化けキノコ。ふざけてやるね。あれもうそんなにいっぱい？なるほど。もうこれいらねえな。これもいらんな。さあ、おいで。たんまりおいで。可愛がってあげよう。でも、すげえダメージ通るようになってるね。このなんかダメージのあれは何なの一体。その、なんつうの、算出のあれは。いや、レベル1上がったら、なんか俺の中ではなんか1ダメージが増えるみたいな、そういう感じのあれだったんだけど。でも、その割にはこうやってリリパッドとかさ、まあ、防御力も関係してると思うんだけど、ダメージそんな通んないじゃん。うぜえ。これが、腹立たしい。あ、でもなんか普通に対応できてるよね。あの、これ、でもやっぱ強くなってるっていうか、やっぱりあれだ、装備は重要だな、やっぱりなんか。割と、今んとこかなりいい感じで。来てるんじゃないか？祈り。俺は祈る。このペペロンチーノ軍だが。さあ来い。さあ来い。さあ来い。はぐれメタルの盾。俺の根はそれだけでいい。もしくはドラゴンシールド。ドラゴンシールドに、メッキのあれが来るだけでも、俺はそれでもいいぞ。
それでも構わん。頼む、来てくれ。俺はただそれだけを。俺の心に平和を。トルネコから人生を学ぶ。もう荷物いっぱいじゃねえかよ。俺やった、リレー見ときちゃった。大きいパンいらないから、ネネさんのあれもここに置いてくっていうと、だんだんちょっとなんか残虐的な、もうなんかもう関係なくなってきたな。なんかもう感覚が麻痺してるよね。もうちょっともう敵にやられまくってるのか俺には分かんねえけど、ここであれだな、目つぶしてもいらねえだろこんなに。ネネさんの愛情のこもったあれもなんかもう今となったらもう勝利のためには捨てるっていう、そういう今までのあれだな、トルネコの鍛えられたんだろうな、残虐性がもう鍛えられている。俺は愛ゆえに愛を捨てていくみたいな、そういう感じのあれになってるかもしれない。愛のトルネコ、しかし愛を捨てたトルネコ、修羅と化して生きていく。じゃないと、出なければ勝利は得られない。おぉ、全然出てこねえぞ。俺にもっとくれよ。俺にくれ。頼むぜ。ただそれだけだ。俺が望むのは、たった一つ。多くは望まない。もう望まん。望まんから俺に、あれをくれ。スモークグールはいいんだよ。この腐れ芸道どもが。いいよ。イオナズンのあれも欲しいな。ついでに。お、いい部屋じゃないか。もうなんかさ、クリアできそうじゃね。ちょっと調子乗りすぎかな。なんかもうなんかさ、こうやって誘惑してくんのがちょっと恐ろしいよね。この誘惑に俺は打ち勝たなければならん。金縛り道途切りか。メダパニ。目つぶしいらねえだろ。目つぶしだったら、まあ、まあいいや。まあいいさ。メダパニもそれはそれでありだろ。もう10回まではもう余裕できるし、てかもう20回までいけそうだな、もう余裕で。もうだそっからで。ただここで簡単にレベル上げることできるから、でさ、簡単にレベル上げつつ、さらに、必要なアイテムも、まあこうやってもうだんだん揃う、火炎装とかさ、普通に揃うからさ、だから割とサクサクいくんだよね。もういいや、使っちゃえ。ただ俺はめんどくさい。よし。そしてお前もやる。まあ、ちょっと贅沢な使い方したかもしれないな。ほれ。いいよ、おー、いいよ、来た。で、ルーラ層か。ルーラ層と、目薬層はね、1個は欲しい。あ、あったわ。1個、いや、2個ぐらい欲しいな。ここら辺が気になるんだよ、俺。ちょ、うろこいらん。もういいや。もう、お化けキノコも怖くねえだろ、今となっては。ドゥルドゥって、ドケションも一応持ってるから。あれ千里眼もいらねえな。なし。音切りか。あ、薬草があるじゃん。よし。もう行きたくなっちゃうな、これ。この誘惑がマジでやばい。だすげえ、これかなりハイペースだよ、多分。すげえ、お、インパス来たよ。ついにインパスが来た。まあ、結局これさ、もう今日持って帰んないんだったら意味ないんだよな。持って帰んないやつがなんていうのかな。ラリオマジで、な、結構揃ってるよ。割と揃ってる。今回この誘惑に勝てるのかどうかっていうのが、でもなんかさ、明日やったらなんかもこんなにいいの手に入んのかもしれないっていう、そのこの誘惑がちょっと恐ろしいもん。だってこんなに強くなってるしね。もうすでに結構強くなってるもん。気の矢はいらん。目薬草ね。まあ、1個か。でもこれ、ラリホーはシルバーデビル対策にすごく役に立つから、どうなんだろうね、これね。さあ来い。レミーラか。レミーラもまあ別にいいでしょ。お、レミーラいい、あえ、マジで、おい、一撃、もはや敵ではない、力の種をくれ俺に。これさっきのやつか、追っかけてきたな、ストーカー軍団め。ドゥ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 、こんだけめちゃくちゃいいの揃うとあれだな。あれ、もう全然さ、全くなんかあれだよね。余裕しか感じないよね。だってもう正直、だってもうこれ、こんだけあるからね。もう全然余裕でしょ。ほれ。あ、でも結構強いな。まあ、割と強いって強いわ。これで別に、やったところで別にそんな、見入りねえよな。まあ、でも縦、まあ、もしかしたらあるかもしれないってくらいだよね。
ほれほれ、あら、あらら、あーでもいっぱいあるな。ちょっと取りに行くか。じゃあ、こっからもいけんじゃん。全然言うじゃん。また力あんたね。お金ばっかりじゃんこれ。やっぱ防御面だよね。防御面大事だからな。力ばっかり強くなっている。脳筋プレイだな今回は。インパスか。あ、結構揃ってんじゃん。バシ、マジでバシルーラ。うーわ、どんどん来てるな。またやってるよ。またやってるよ、これ。楽しいか、こいつら。ほら、あれ別に全然いいよね、もう。で、カネソーしょ。カネソー欲しいな。カネソー、金縛りレレミといいよ。もう、これ、あ、いいよ、あったじゃん。もったいな。いいよ、あったんだね。あれいいよ、いいよ、置いちゃって、俺。足元のさ、あ、ダメか、使えないか。じゃ、しょうがない。どうだっけ今どこだ、こうで。まあ、問題ないでしょ。このまま行く。で、この上か。こうか。あんまりここまで来たけど緊張感なかったもんね。もう本来ならもう絶望的な状況だったけどな。で、ドゥ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 って、これ何？薬草も選んだろ。来い！聖堂か。スカラ？スカラで、まあまあ、一応まあ、鋼鉄の盾も鍛えられるからな。それでまあ、まあその手もありだよね。まあスカラでもいいよ、もう。もう最悪。でもそういうの靴、なんつうの？ああ、でもどっか。あ、そっか、でも最終的に、ハグレメタルの盾よりも強く、まあ強くなればいいのか。逆に。考えれば。レミーラか。これどうする？まあ、ここら辺もね、別にね。はい。あれ？俺は何やった一体。俺はもうちょっと気が狂ってしまったようだ。投げる。はい。バイバイ。はぐれメタル、はぐれメタル。来い、来い。鱗か。なっそうだなぁ。あ、ちょっと待って、これどうにかしてくんね。鬼面同士じゃん。オロ救ってくれ。なんだよ、やっぱメダパに切れるなぁ。スータの切れるわ。よし、それでいいんだ。笑い袋、お前それでいい。ドゥ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 。オッケー。まあ、そこそこの緊張感あるな。迷路か。迷路もなんもないべ、正直。たまにあるかもしれないって感じだよな。だ、その、リスクっつうかなんつうの。まあ、あ。正直、そんなにあれだよな。ミーリがなさそうだよな。俺。だ、それだったら今の下のとこみたいな大広間の方がはるかにいいアイテムが揃ってる。ちょ待って、これメッキあるっけ？この星マークはあれか？メッキが、ちょ待って。メッキが入ってる状態なのか。インパス、じゃあ残りのあれを。ドッケジョンもそろそろいらないべ。うわ、揃ってるな。揃ってるよ。揃ってるね、これ。これ完全に今日はもう、完全にリレミトで退散する。あれできたけどな。ノリでは。ノリできたけど。危な。あれ階段がないぞ。どこだ？ちょ、ワープゾーン行こう。で、俺の知らない。あー、てことはあっちか。あっちの方面に。ここら辺にあるのか、じゃあ階段。これが厄介だな。あれ、まだいた？お、26号。すげえな。ダメージすげえ通るようになってきた。だこのなんかあれが、よくわからんよな。メダパニソーもいらんて。キミラ強いね、結構。メッキーちゃん、コミュ力半端ねえぞ。あったあったあった。あんなとこかよ。すげえ厄介だな。あれ？あー、ちょ、これ何？梅の杖か。まあ、一応持っとる層はないでしょ。まあ、杖系はね、絶対あった方がいい。ボミオスでも何でも。あればあるほど絶対にすごくいいことになる。倒すか。まあ、音切り触るからいいよ。まあ、一応2発で倒せるからね。ドゥルドゥルドゥ。全然だな。やたら出てくんな、こいつ。メッキーフローか。もうこうやってなんか普通にさ、なんかさ、あ、オッケーオッケーオッケー、もう完璧だ。こうやって普通に探索できるのでかいよね。
前はなんか場合によってはその、なんていうのかな。回によってはちょっと探索できねえみたいな。その早く行かなきゃみたいな、そういうのあったけども、今はなんか余裕持ってすごくなんか、できるからすぐでかい。多いね。今回の山場は一体どこに来るんだろうか。俺もちょっとわかんねえな。もうだいぶなんかもう、来るとこまで来たような感じもするから、なんかもうこれ以上そんなにでかいイベントはもうないんじゃないかっていう、もう個人的には。あとは残ってるのはもう堅実的なプレイしか残ってないんじゃないかなっていう、ちょっとそういう感じはするけど。それとあとまあ感動的な、終焉に向かっての、感動のあれが、フィナーレが待ってるけど。そんぐらいじゃないの。よーし、来い！ドラゴンシールド？でもこれだったら正直こっちの方が強いでしょ。ドラゴンシールドか。だってもう今更って感じだよね。もうそれだったらハグレメダル来た方がいいべ。てかむしろもうここまで強かったらさ、いらなくねえなんかもう。もうスカーラだけ探してればいい気もするんだよな。鋼鉄だってもうそんなにもう、強さ的にはそこまでなんかもう、あれ？あ、行っちゃった。もういいけどさ。強さ的には何も言え。もういけるでしょ。余裕で。10か。4ターンでまあ倒せると。で、それでこのあれだからね。音切り目薬、火炎草、金縛り。金縛りも今使ってねえな。金縛り剣欲しいよね。聖域とかな。ルーラ、ドッケシも、ドッケシもいらんな、もう。え？役に立った。あー、じゃあ転ばずの杖だっけ、なんけ。あれか、あの、梅の杖は。ここ嫌なんだよね。牙。あー、どうしようかな。まあ、いいんじゃね？なくてもいいでしょ。こっちもいいだろ。ボミ押すかもしんないし。え、つか、すげえ揃ってる。どうしよう。困ったな。非常に困ったな。いや、かなり揃ってるね。まあ、最悪、まあ、リセットすればいいかな。最悪もリセットするけど。あー、ばばば、あっぱ、あぶろ。あ、まあ、その手があるか。まあ、最悪からその手を使わせてもらう。で、何事もなかったかのように始めるから。次も。ほら、もうこうやって来てるんだよね。なんか俺のためになんかさ、お膳立てしてくれてる気がするなんか。シャナクもいらんだろ。もう何も装備するもんないだろうし。迷路系多くね。いや、木の矢か。木の矢ったらいいだ。あ、来てるな。あれ、全員笑い袋だったら別にいいけど。階段がないぞ。あったあったあった。で、これは？音切り。回復もね、絶対あった方がいいんだよ。ああ、音切り2つか。まあ、それだったら、あるのがどんどん来るな。ドラクエ6の主人公いっぱい来るぞ。よし。リレミとメダパニ。ルーラー、音切り、キバマ。これがちょっとこれが何なんだろう。ボミオスとかそこらに来てほしいな。もうこれもいらねえだろ。音切りだな、それだったら。音切りもう一個。ルーラーだからな。ルーラーがあるからな。まあこんなもんでしょう。出たよ、集会所。モンスターハンター。あ、もうそんな感じ？こういうところで矢ちょっと使いたいよね。だから矢もう一個ぐらい、ああ、そうだな。でもせめて鉄の矢が欲しいな、俺は。メダパニソウ、目つぶし。牙使ってみるか、じゃあ。あ、変化のあれか。あ、こうやって壁にできんじゃん。なるほど。あ、それ使うか。その手があるか。あれで壁にすることもできると。全然手に入らんな。なんか階層とか決まってんのかね。なんかその棒が手に入るってか。てかもう行っちゃってもいいんじゃね。行っちゃってもいいんじゃね、場合によっては。あれ？鱗か。ちょっとドキッとするよね。ああいうなんかもう、縦系見るとちょっとなんかもう、うほってなるよな。来たんじゃねえかってなんか。あ、でもメッキもないとダメだな。縦もそうなんだけど、メッキがないと意味がないっつうかなんか。あ、やべ。そうだ、完全忘れてたわ。まあ、とりあえず20回ぐらいまで行って判断するか、ちょっと。てか、その戦況見て判断するとか、今んとこすごいなんか簡単にできてんだよな。これがトルネコかってぐらいなんかすごいなんか、うまくいきすぎてる。恐ろしいぐらい。あべ、しくった。ああ、やっちまったぜ。そうやな、これ斜めもつかめんだよね、この人は。もう路線、
路線変更でもいいんじゃないかっていう、ちょっと今気分に、今それが 40% ぐらい来てんだよな。結構でけえんだよな、割と。だってこんなにいいメンツが揃ってるのはなかなかインパス来たか。ちょっと正式名称知りたい俺は、このインパスでさ、こいつの。あ、でもこれでギガンテスとか変えることもできる。あ、てかシルバーデビュー変えられんじゃん、これで。まあ、ドラゴンとどっちがいいんだろうね。ドラゴンも強いからな。そこら辺のすごいキーワードさが。鉄来い。なんだよ。音切り今回いっぱいあるな。これだよ？目薬もあるんだよ。目薬1個って、目薬もう1個欲しいな。でもこれ使ってくんだよな、どっちにしろ。ギガンテスとか遭遇したら。もう行くか、じゃあ。後ろに変な人がいる。あのアイテム知りてえな。何があるんだろう。剣か。一発よし。またお前か。とりあえず20回目でって判断する、俺は。金縛りも欲しいな。金縛り、メダパニだったら、メダパニ4回使えるからね、これね。そうやったらまだそっちの方がいいのかもしんない。あら、久しぶり。ゴーレムもいけそうだよな。なんか普通に戦っていけそうな気がする。おー、よしよし、これだよ。行ってみるか、ちょっと。てかもう手に入らなかったらちょっと行ってみるわ、もう。むしろ。何も特に、ミリがなさそうだったら。てか、なんかミリ、なんか意味なさそうなんだよね、なんか。19回来ちゃったよ。いきなりミミッか。まだ強いんだよな。こんぐらいだ、あ、やばいやばいやばい。このダメージがちょっと恐ろしいよな。どうする？ちょっともうちょい行ってみるか。ジミー、気づいてないよな。よし、あばい、おお、いるいるいる。俺の代わりに戦ってくれ。仲間にならないか？俺の。ジミーちゃん。20回来ちゃったね。で、ここアイテムか。いいよ、いいよ、もう。うぜえ。くそ、あれ、野郎どもが。よし。リレミとメッキか。あ、リレミとね、リレミともいらないだろ。メッキは1個欲しいな。なんかな、あら。あれ強いな。レベルが上がるとあれなのかな。どっちからやる。プッ、よし、オッケー、完璧。またてめえか。耳怖いね。もう一発だ。これはもったいない。だ、逆にもう探索しのがいいな。もうなんかここまで来たら、まだ見たらとりあえず川の盾か。いらねえ。完全いらないばっかり。目薬来たね。目薬金縛り。おお、で、ここ揃ってるぞ。これかなり揃ってるよ。もう行くか、じゃあ。行ってみよう。己の限界をしろ。ルーラ。これも絶対あれでしょ？ミミックだろ、どれか。ルーラか。ああ、目薬、火炎草、金縛り。リレミトはもう逆にもう、このまま行くんだったらもういらない、いらないって感じの好きよな。バシルーラ、ラリホー。行きますか？そのまま、ちょっと休憩しよう。